江戸の町に夜更けて殺し節が流れる時、今宵また一人悪が冥土に消えてゆく。ほっと庶民は秋日を開き、影の死角に手を合わす。名もなく夢なく誇りなく、殺しの獅子島に命を燃やす五千儀無用の影同士。すいません、止めてください。お嬢さん、顔色が良くねえな。大丈夫ですかい？大丈夫です。行ってください。本当にいいんですかい？これ無理だね。殺しは三月まで。もう夜月過ぎてるから下手すると命に関わるよ。かなわん。前金でゴリを受け取って、死ぬなら死んでもよい。それを聞いて気が楽になったよ。バカに早いの。偶然通りがあっただけですよ。そうでしょうね。わかった。この道は根津への近道だ。権現様門前の岡場所で沈没しての朝帰り。妙な死に様だが、殺しとは思えねえ。自害でもなさそうだし。織田様、これは日本橋国町の赤根屋って菓子屋の一人娘で、お杉って子ですぜ。大杉。娘に間違いねえか。なんで姿になっちまった。大杉。大杉。わかねえや。死に様はどうにも消せねえ。殺された形跡は何一つないし、病死か自害だろうと思うんだが、思い当たる節はねえか。何をしたんです。娘は殺されたんです。自害するようなわけは思い当たりません。お杉が、お杉が殺されたのに決まってます。旦那、どうかどうか下手人を。しかし殺されたとは思えんがの。いいえ、お杉は殺されたんです。横浜町の親分さん、娘の敵を取ってください。けどな、旦那、娘を殺した下手人を縛ってください。悪いけどよ、俺は高積見回りがお役だ。殺しを縛るのはこの旦那が専門だよ。小田さん、一回りしてみます。お、旦那、ご苦労さんで。お、これは旦那。旦那、何するんですか、これ悪いもんですよ。旦那、積み縫いの高さはここまで。無茶な。おい、柳田、まだか。はい。
私、礼繰り方拝命してから34年になりますが、いまだにかような奇怪な霊に出会わしたことはございませんので。厄介な事件に巻き込まれたな。いっそお奉行にご相談なすっては。ああ、そうですな。それがよろしゅうございますな。若い娘が下半身血まみれで死んでいた。難しいことはございませぬ。しかしお奉行も織田殿も首をひねっておいでになるんですよ。おなごの血と申せば決まっております。え、あ、なるほど。その娘の体よくよくお調べになったのでございますか。うこんじゃあるまいし、そらおかかりが違います。何をおっしゃるのです。たとえおかかり違いでもことが起こればご質約遊ばすのでございましょう。お手柄をお立てになる良い機会ではございませんか。よろしゅうございます。私がいろいろ知恵をお貸しいたします。どうも、血の巡りの悪い方でよろしくお願いいたします。織田様、茜屋の娘の一件、お奉行は何と。うん、お杉には子ができていたに違いないとそうおっしゃるんだ。流産による出血で死んだのであろうとな。さすがお奉行、目の付けどころが違うわ。早速寺社奉行に手配し、お杉の死体を掘り起こして調べてみるか。お父さん、どうやらお父さんの入れ知恵らしいね。というよりは、愚妻の内助の子だね。うん。吉田様。おう。呉服屋がご注文の品だと言ってこれを届けてまいりました。おう、そうかい。ご苦労。はい。早速お仕立てに出しますかな。おい、うこちゃん。借金返しに来たのかい。なんでけえ声出すなよ。秀さんいるかい。こんな、好きでやるのは。お邪魔します。まあ、ウコン様。いや、実はですな、これを仕立てていただけませんかな。いいから、早速やらせていただきます。いや、ヒーロー、それはお断りしなさい。どうしてです、お父様。せっかくウコン様が。断れと申しておるのもわからんのか。稲上家は九州の名は言えぬが、かつては戦国を取った家柄、老老の身となり果ててはいるが、三十票二人淵の不条役人ごときに娘と付き合っても少ない。節だらは許さん。節だらってことはねえでしょ。それは言い過ぎだ。私は何も。黙れ。おかしな下心なしで仕立て物を頼みに来るとは思えぬ。それはお嬢さんって言ってんだから。お礼になさい。引き取っていただこうか。いや、しかしね、水上さん、拙者帰れと申しておるのぞ。早々に引き取らんと。ご苦労様。ご苦労様。右近様、父が大変失礼をいたし申し訳ございません。あ、いやいや、まあそこへかけませんか。さあどうぞ。おい、お茶とお餅頼むよ。えい。しかしなかなか頑固な方ですな。昔の誇りが忘れられないのです。病気もはかばかしくありませんし、なお一層気難しく。あなたも大変ですな。若い美空で日々の暮らしからお父上のお世話まで。また少し痩せたんじゃありませんか。あなたを見ていると痛々しいです。私はまあこの通りいい加減な人間ですが、できることがあったら遠慮なくおっしゃってください。ありがとうございます。右近様にそう言っていただくだけで私元気を出しましょう。世の中そう悪いことばかり続くもんじゃない。いつかいいこともきっとありますよ。はい。どうもお待ちしておりました。いや、ご苦労ご苦労。あら、もうこんな刻限に。私これで。そうですか。いや、これおいしいんですがね。井筒屋さんからいただいた仕立て物を今夜中にあげませんと次の注文がいただけなくなるんです。では。ああ、残念だな。あの、お持ち帰りになりますか。お仕立て物を預からせてくださいませ。
時がかかるかもしれませんが、父の目につかぬように私が。そうですか。いや、それじゃあ、それから失礼ですが、お仕立て代を、いや、ほんの差し押です。ありがとうございます。実を申すと父の役礼がたまってしまって助かります。いや、では。まあ、口説き損なったね。バカ野郎、そんなしたことはねえ。嘘つけ。嫌なババアが来やがったら食欲ねえや、お前行け。ありがとうよ。着物を着る娘に仕立てる娘か、えらい違いですね。千代さん、近頃お客の方も目が肥えてきてね、この前のも袖付けが悪いと文句を言われたんですよ。その分だけ差し引かせてもらいますよ。申し訳ありません。いい柄だろ、あんたに似合いそうだね。着てみたいかい？あんたの心がけ次第でこんな着物の一枚二枚どうにでもなるんだよ。こうしてあんたに仕事を回してるのも旦那には内緒で私の一存。千代さん、そろそろ私の気持ちに応えてくれてもいいんじゃないのかい？おやめください。いいじゃないか。おやめください。私も武家の娘、無礼でございましょう。そう固いこと言うもんじゃないよ。千代さん。銀作、ああいう奴がいる限り我らの商いは廃れんな。男の脇心ってやつは再現がありやせんからね。それじゃ旦那、あっしは出会い茶屋や船宿でも行ってまいります。やべやべ、すんだかやばい。あれ、死んでんじゃねえのかこの女。おいでないよ。血が止まれば助かるよ。半時ほど休ましたら返しておやり。え、ご苦労だったな。旗本三百石のご当主が殺し屋の黒幕だなんて、世の中面白いね。太平の世に武士は無用だ。誇りもへじまもあるか。けどなおくめ、一人五両で楽しんだ後始末をしてやってるんだ。ただの金儲けじゃないぞ。これも世のため人のためだ。うわっ、殺したい。気をつけなきゃいかんぞ。何しろお前の手は金をなる気なんだからな。しかしこれじゃ当分商いは無理だな。まずいことになった。明日も客が来るし、なんとかせねばな。何ですって、娘の墓を暴くとおっしゃるんですか？それしかお杉の死因を探る手がないのだ。おじいちゃん奉行の許可も宣告を下りた。茜屋、協力してくれるな。いや、お断りします。そんなことをされた娘は成仏できません。今さら娘の死因を調べてどうなさるとおっしゃるんですか？そんなことより一刻も早く娘を殺した下手人を縛ってくださいまし。茜屋じゃねえか。あの野郎なんだって奉行所なんかに。茜屋は娘が死んだことで相当頭にきてる。奉行所で喋られたら元も子もなくなるんだ。
やりますか。あ、うまくやれよ。それからな、三馬を一人かどわかしとこい。奥目のやけどが治るまでつなぎに使う。いいな。おい、何？起きろ。小田さん、またですか？越中島の埋め立てに転がったんだが、こいつは茜屋の娘と同じ死に様だな。よし、今度は死骸を徹底的に調べてやる。おい、高木。小石川養生所にストッパー尻して、手の空いてる医者連れてこい。しかし、私は高積見回り方が。いや、おかかり違いでも構わん。行け。横分。え、行け。行けん。横分。え、おめえ娘の身元洗ってこい。お父さん。茜屋彦蔵、首くくりました。何？下がれ、下がれ。ご苦労様で。これは覚悟の上の自害だな。しかし何だって首なんか吊ったんでしょうね。娘のことで奉行所にねじ込んできた時などとても自害をするようには見えませんでした。小田さん、小田さん、養生所の先生連れてきたよ。小田さん。仏さん、調べてくれました。え、あれは殺しの失敗で血が出過ぎて死んだんですよ。殺しですと？近頃はああいう娘が多いんです。先日も一人担ぎ込まれましてね、まあ、どうやら命だけは取り留めましたが、一生子を産めぬ体になってしまいました。どこかに殺しを専門にやっている奴がいるのではありますまいか。なるほど。そういう輩を取り締まっていただかんことには娘の変死体いりませんぞ。わかりました。お手数かけましたな。いやいや。高木、読めたぞ。は？茜屋が首を吊ったわけだ。娘の節だらに気づき、外聞を恥じたに違いない。嫁入り前の娘が解任するなど言語道断。近頃の若い者には全く道徳というものは分かっておらん。たとえそれが元で命を落とすことになったとしても、それはいわば自業自得。同情の余地は全くない。茜屋の娘の一件、本日の変死体、これにて全て打ち切りといたす。以後の詮索一切無用。かっこいい。一件落着。俺はやってみたいな、月ちゃん。しかし、殺し屋ってのは面白いな、え？何言ってんのよ。男の浮気心で子ができた女がどんな切ない思いをするか私にはよくわかるわ。その女心を利用してお金儲けを企むなんて許せないわよね。そりゃ俺だってほっちゃおけねえと思うさ。だけどカミソリの小田様捜査打ち切ったんだ。どうしようもねえよ。俺たちは上役の言うことは聞かなきゃいけない。役目は仕事、仕事は飯の単位だ。うまい。よく食べる人たちね。いやな、肉は精がつくんだよ。特にね、この肝がいいんだよね。知恵ある動物は肝から先に行く。はい、お幸、このネギを食べて。今夜はな、楽しみにして待ってらっしゃいよ。あ、あ、生活して体があったかくなってきやがったぜ。でもお幸ちゃん、なんとかしてくれよ。え、妙なことになったって殺し屋ってなっちゃうんでるんだから。もう何だ。大事なお幸、お前たちはな、もう肉を食うな。もう目が血走って、まあ、鼻血が出そうだってね。これ以上食べたら何が出るか分かったもんじゃねえよ。お父さんは食べなきゃダメよ。はいはい。ほらごらん、遊ばせ。私が申し上げました通りでございましょう。その娘さん、解任していたのでございますね。いや、驚きました。今度という今度は恐れ入り屋の岸墓地です。私もまんざらではございませんね。あなたにお任せしておいたら、お手柄はいつまでたっても望めません。よろしゅうございます。これから私、考えを改めることにいたします。考えをお改めになるっていうのはどういうことですか？
あなたのもとに貸して30年、後悔ばかりの年月でございました。それは浅野優奈伺っております。ですから、その30年の後悔を我が手で埋め合わせようと存じます。さあ、忙しくなりました。倒れたのさ。よほどあるのか。さあ、医者の野郎がよ、薬代が滞ってるからって来てくれねえんだってよ。大方金策に行ったんだろう、千代さん。なんだっておめえが貸してやらねえんだい。私は今もんなしさ。五両が元でのケチな金貸し。お前さんに一両、寛平ちゃんに二両二分、みなかみさんにも一両、知り合いの三番に二分。今からっけつでい。金を貸せ。いいですとも、よく私を頼りにしてくれました。いくら言うんです。あの、二両ほど。いいですとも。ただし、魚心あれば水心。分かってますね、千代さん。そんな。金がいるんでしょう。金がなければ父上を医者に見せることもできない。死ぬかもしれないんですよ。父上を助けたくはないんですか。今夜5つ上の池の旗のいろはという出会い茶屋で待ってます。五両ほど用意してね。待ってますよ。父上を助けたくはないんですか。今夜5つ上の池の旗のいろはという出会い茶屋で待ってます。五両ほど用意してね。
の火傷は痛まぬか。優しいんだね、あんたって。つなぎの三馬がもう嫌だというので始末をした。また一人さらってこなくてはならんな。何しろお前の手は金のなる木だからな。なんだ、私のこと心配してるのかと思ったら、よくと二人連れかい。まあそう言うな。茜屋を始末してからもう二ヶ月、奉行所もどうやら自害で肩をつけたし、腹の大きい客はまだまだ殺到してるんだ。儲かるんだぞ。悪い人だね、あんたって。さっき、お寺ババアがこれを警視に来たんだけど、一体何があったんだ。ただ警視じゃわけがわからねえや。このところ、千代さんの様子が冷てんで、なんとなく気にはなっていたんだ。俺は何か、気に障ることでもしましたかい。俺は知っての通り、いい加減な人間だけどね。千代さんのためにならねえことをした覚えは何一つねえんだ。それはお父へのおっしゃる通り、妙な下心はなかったとは言わねえが。黙ってちゃうからね。何があったか話してくださいよ。どうしても言わなければ。どうしてもってことはねえけど、わけがわからねえもんだから。私は右近様のご好意を受けられぬ女に、右近様は二言目にはご自分のことをいい加減な人間だとおっしゃいますけど、私にはそうは見えません。私は父が許してさえくれたら、右近様とお付き合いがしたいと、はっきり申せば右近様の奥様になれたらと。千代さん、はかない夢でございました。もうお目にかかることも。待って、千代さん。千代さん。いいから散歩してくる。いけませんわ、ご無理なさっては。この間お前が買ってきてくれた薬が効いたんだろ。すっかり楽になった。もう大丈夫だよ。行ってくるぞ。お気をつけになって。なんだよ話って。私、子ができました。そうかい。どうしたら。そんなこと言ったって困るよ、私は。本当に私の子なのかい。なんてこと。分かったよ。ちょっと聞いた話なんだけどね、うまく始末してくれるところがあるそうじゃないか。あ、金は出すよ。相場は確か五両。詳しいことはいろは茶屋で聞いておくれ。お、旦那さん、おかえりなさいし。ご苦労さん。え、あれか。私、のれん分けのことで相談したいから。誰だい、あの女の人。あんまり妙な女と関わっちゃいけないよ。お前は12の年から18年という長い間勤め上げてきて、のれん分けを目の前にした大事な体なんだからね。あの子は仕立て物の下請けをやらしておりますもので、別に特
別のくだりは。そうかい、やそんならいいけど、じゃあ奥で待ってるよ。これはこれで今までのことは一切なかったこと。いいね、二度と来るんじゃないよ。サンバがいるんだ。えぇ、私はサンバじゃないよ、金貸しだよ。サンバんちから出てきたから間違えたんだろうけど、利息取りに行っただけで。じゃあどうするんだか。てめえ邪魔だで、ね、続きが。ああするよ、やろう。サンバさんと間違えるなんて間抜けな奴らね。源の字が来てくれなかったらお堕仏だったよ。ありがとうよ、源ちゃん。ほらよ。ねえねえねえ、こや、なんかご一緒しようか。あ、いいわね。ねえ、私もずれてって。ダメだよ、あんたお父さんいいんじゃないか。なんとかいいよ。行ってこい、行ってこい、源ちゃん。ほらよ、俺たちの借金を返してくれ。二人きりでしっぽりとさね。ねえ、困るな。旗本屋敷ならず者サンバの虎違えか。この謎々解けねえな。しかし匂うよ。殺し屋の正体が分かったぞ。サンバをさらい損なった奴がいるんです。一体どこの何者だ。尾州押下屋敷の裏に住む三百石の旗本。バロー、直参には町方手出しはできない。そうでした、そうでした。バカですね、お互いに。娘さん何も怖がることはないんだよ。ね、出て行く時にはちゃんと元の体、ま、任してください。また殺し屋ですね。死に様がそっくりだ。
おとらばあさんの話じゃよ。お千代さん、病気の親父の治療代のために井筒屋の番頭にたがるたらしいぞ。親父は助かったが娘はか。女ってそうだね。こんなことなら抱いとけばよかったよな。など？まあまあまあ。なおこん、お千代さんだけはどうしても抱けなかった。女たらしのお前さえ手つけなかったお千代さんを番頭が抱き、その挙句の果てや命までも。許せねえよ、なおこん。おめえ、本当に惚れてたのか。そりゃねえ。意図があるよ、うこん。お父さん。うん。切羽詰まった女心を逆転取って、お金儲けするなんて頭きちゃう。うん。茜屋の首吊りも自害に見せかけ、奴らがやったらしい節があるんだよ。よし、やろうや。まあ、待ちな。色くたりといえども相手は旗本だ。その上、ごろつきまで抱え込んでるらしい。ここは一細工して相手の力を散らして、それから叩くんだよ。どうすんの？ちょっと待ちんだ。いい話だよ、いい話。はい、今度移動でいい話だよ。三両。そうなの、嫌な世の中ね。それにね、ものすごく繁盛してるんだって。なんだと？もう一軒殺し屋ができたと。湯屋で聞いた噂なんだけど、向こうにはランプをかじったやつがいて、絶対危険はないんだって。しかも一人三両。かくて罠は仕掛けられた。あとは獲物を追い出し、罠にかかるまで追い詰めるだけである。よいしょ、相当当ててるよ。若い連中は出たり入ったりしてたから。よし、おびき出そう。どっか空き家を押さえなきゃ。よし、分かった。それでと、お幸にははらんでもらうぜ。おい、なんでお前さん。池の畑のいろは茶屋で聞いてきたんですけど、私そうかい、そうかい。それで銭は持ってんだろうな。はい、ちゃんと三両。三両ダメだダメだ、五両なきゃ身軽な体にはなれねえんだよ。あ、でもいろは茶屋じゃ確かに。あ、それじゃあもう一軒の方と間違えたのかしら。すいません、向こうへ行ってみます。おあとをつけろ。見つけたら分かってるな。礼。
お方なのです。今度という今度こそその香炉屋とかいう不埒な輩をあなたのお手で御用にしお手柄を立てていただこうと存じ、私があれほど肩入れしてしゃがましたのに、まあどこの誰ともわからぬ者どもにお手柄をさらわれてしまうとは本当にまた情けない方なのでございましょう。もっとも、いや本当に僕の血が上がるんだ。もう卸屋を頼む。えごもっとも。ほら勘弁ウコン、お察しあれ。いやお察しあれ。女が密かに見る夢は、今日は幸せ、明日不幸せ、燃えてしまった。この愛は誰が消すのか、捨てるのか。私は悲しい風の女。次回「影同心の黒しぶし」は、獣の所業を重ねる町名主、島送りの夫を持つ女房を犯し、怪我をした日雇い大工への奉行所からの見舞い金を猫ばば、豊かとなったその娘が町内預けとなれば慰み者、犠牲者はみんな恨みずに、天に代わって影同心の仕掛けた罠は、次回乙女が泣いた殺し節にご期待ください。